新コーナー始まりました。イエーイ、やったー。中等部2年になりました、水野ゆいです。よろしくお願いします。桜学院中等部2年、菊池萌です。よろしくお願いします。桜学院の知っておいて損することなんて絶対ない。6月5日なんですけども、6月5日に関わるものをね、ちょっと出したいと思うんですけども、こちらです。これなんですよ。何何何、わかんない。これわかんない。チェックオンチェックでもね、それにやっぱりね、ヒントだからね。いやいやいや、鳥は忘れてください。昔のグループ。あ、わかった。これ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 分かったかもしれないけど。分かった？鶏？いや、鶏は関係ない。鶏？鶏じゃないけど。鶏じゃない。分かったかもしれない。分かった。言ってみて。チェッカーズ？おー！聞いたことない。だって1986年の6月5日の発売日の曲があるんですよ。Song for USA ってこんな聞いたこと、チェッカーズ聞いたことないか、ないかもね。テレビで、あ、そうそう、昔の懐かしい、そうそうそう、いい、結構いい曲なんですよ、いっぱいいい曲いっぱいあるんですよ。うちの番組の白井ヴィンセントさんとか、うん、昔格好を真似してたっていう。すげえ恥ずかしいね。こういうのやって、そう、恥ずかしいことやってたの。こういうの、こういうのやってたの。あの、前髪やってる髪型あるじゃないですか。あれをね、よく家族でお風呂上がりにやってるんだ。そうなんですよ。だから、それが、その、ふみやさんだと知らなかったから、ちょっと勉強になりました。でもね、でも、私が本当に知りたいのは